麻酔前投薬とは、全身麻酔の導入、維持を円滑にし、麻酔薬や手術による副作用を軽減する目的で、全身麻酔前に投与する薬物。抗コ,コリン作動薬、トランキライザー、鎮静薬、鎮痛剤が用いられる。この種の薬を投与すること自体も麻酔前投薬と呼ぶ。患者の快適性不安の 除去鎮静鎮痛健忘麻酔管理の補助的手段、麻酔導入、麻酔薬の補助護炎の予防器、オートの予防唾液、軌道分泌の抑制迷走神経反射の抑制麻酔前お薬が一般的に用いられるようになったのは、エーテル麻酔が導入されるようになった1920年以降である。エーテル麻酔では麻酔の導入に時間を要し、唾液や軌道内分泌物を有するために、 これらを回避するための全投薬が必要であった。しかし、最近の麻酔は、麻酔導入が迅速で円滑な麻酔薬の開発により、麻酔全投薬そのものの必要性も問われている。麻酔全投薬に課せられる目的の一つは、手術を受ける患者の快適性であり、二つ目は、麻酔管理のための補助的手段である。しかし、麻酔方法や麻酔薬、 患者の状態によっては全投薬が無用なこともある。また、全投薬を投与するにあたっても、型通りの投薬でなく、個々の症例に見合った投薬がなされるべきである。手術を受ける多くの患者が不安を抱いていることに、間違いはない。術前に、患者の不安や恐怖心を取り除くことは、患者の麻酔や手術に対する満足度だけではなく、 麻酔を円滑かつ安全に行うためにも有用であり、術後にも影響を及ぼす。術前の不安を除去するには、必ずしも薬物が必要というわけではない。麻酔会による、術前訪問時の診察や、事前の説明は、薬物投与よりも、患者の不安を取り除くのに有用である。患者の信頼を得ることができれば、麻酔導入の協力が得られ、円滑な導入が可能となる。 しかし、すべての患者が、術前の説明で不安が取り除かれるとは限らない。また、記憶を消失させることは、必ずしも、好ましいことではないかもしれないが、点滴確保、硬膜外麻酔や蜘膜か麻酔時の戦士に対する、恐怖心や、痛みなどの記憶を消し去ることもある意味では大切な、ことである。術前の不安の回避や人生、好ましい健貌は、 術後のストレスを軽減させ、術後管理の上でも有用である。これらの目的を達成させるためには、麻酔前頭薬が必要となってくる。現に多施設で何らかの前頭薬が投与されている。理想的な薬物は、投与時の苦痛がなく、作用時間が短く、呼吸系への抑制が少なく、術後の覚醒に影響を与えないものである。理想に近い薬物として、 ベンゾジアゼピン系薬物が広く用いられるようになった。その他、抗ヒスタミン薬であるヒドロキシジン、高血圧や精神障害の治療薬として使用されているアルファ二次用体作動薬のクロニジンやレクスメデトミジンが用いられている。麻酔や手術操作に伴う副交換神経性の反射や相関時の軌道内分泌物は阻止する必要がある。 これらの予防としては、抗コ,コリン作動薬のベラドンナ薬が使用される。副交換神経性反射の予防にはアトロピンが有効であるが、全投薬としての投与では十分な抑制は期待できず、発生時の静脈内投与が有用である。唾液、気道内分泌物の抑制も、抗コ,コリン作動薬であるアトロピンやスコポーラミンが使用される。しかし、 極度の脱水状態や心房細動を有する患者でのアトロピン投与は、貧脈発作を誘発することがあり、高齢者でのスコポラミン投与は、錯乱状態を起こしやすい。気道内分泌物の抑制が必要な場合は、貧脈や鎮静作用の少ないクリコピロレートが有用であるが、最近では、気道刺激の少ない吸入麻酔薬や、静脈麻酔薬による急速導入が普及して、 気道分泌物が増加する、ケタミン麻酔の導入や喫煙者等の麻酔以外には、必要の機会が少なくなってきた。特に意識下の麻酔管理には不要である。酸度の高い胃液の誤炎は重篤な肺炎を引き起こす、危険がある。胃液による誤炎性肺炎の重症度は、胃液の pH や量、残差の有無や正常に関与している。一般に、胃液の pH が2.5以下で、 胃液量が 25ml 以上の症例では誤炎性肺炎を起こす危険性が高いとされている。胃液の酸度や量は年齢や患者の状態によって異なる。若年者では高齢者より胃液 pH が低く胃液量は多いが誤炎の頻度は高齢者の方が多い。肥満者は非肥満者に比べて胃液量が多く胃液 pH も優位に低い。妊婦や 糖尿病患者では、胃内容の排泄時間が延長している。誤嚥性肺炎の予防的処置は、第一に誤嚥させないことであるが、胃液量を減少させ、胃液 pH を上昇させることで、誤嚥時の重症度を軽減させることができるかもしれない。ヒスタミン H2 遮断薬や、生産薬は、胃液量を減少させ、胃液 pH を上昇させることにより、誤嚥した場合の肺炎を軽減する。 可能性がある。手術前後に、大きい、嘔吐を起こす頻度は報告者によって異なるが10から55%と言われており、特に術後の大きい、嘔吐の頻度は高く、患者にとっても苦痛である。生徒薬の予防的投与が、このような合併症を回避させる目的で推奨されているが、術後の大きい、嘔吐の頻度を減らすには、 麻酔中のドロッペリドール常務薬内投与が有効であるとされている。全投薬に鎮痛薬を用いることは稀ではあるが、点滴部の戦死時の鎮痛目的にリドカイン含有テープの調布がなされることはある。アレルギーの予防としての抗アレルギー薬、感染予防のための抗生物質が術前に投与される。また、術前に投与されている薬物等との相乗作用。 相互作用も念頭に置かねばならない。下記のトランキライザーが全投薬として利用頻度が高い動物の麻酔においては人と異なり対話により不安や恐怖感を軽減したり協力を得ることは難しい。このことから薬物による高不安、鎮静、催眠は極めて重要となる。ありがとうございます。